櫻井浅見は日本のプロボウラー。神奈川県出身。JPBA第45期生、ライセンスナンバー496。湘南ボウル所属。高校2年生の時にグリコセブンティーンアイス杯東日本大会でジュニア女子の部3位に入賞。大学入学後は現在の所属先である湘南ボウルでアルバイトを始め、全日本ボウリング協会でも活動する。2012年にプロテストに合格。BS、日テレのボウリング革命 P リーグに第46戦より参戦。キャッチフレーズは湘南のゴージャスボウラー。シーズン開幕直前に行われた6ショットチャレンジで19位以下となり、デビュー戦は DVD 第8弾発売後の第47戦に。1回戦 E グループの試合でスコアは218で1位の西村美希の233に及ばず、1回戦敗退となった。初勝利は4戦目の第50戦で共に優勝経験者の松永博美と大石直人の対戦にて、アマチュア時代に P リーグで姫路玲を見て大ファンになり、番組の観覧に当選した際に、姫路からいつか P リーグに出られるようになるといいねと声をかけられた。憧れの姫路プロと P リーグで対戦したいと言っている。2015年2月8日に結婚。2013年、2014年、2015年、2016年。ありがとうございます。